わたです。たけでーす。どうもももです。どうもももです。今日はスマブラで逃走中をしたいと思います。イエーイ。どうもももがハンターで今回はやっていきたいと思います。はい。じゃあステージはエンジェランドで、お父さんがメタナイトで、わたるがピチュー、でたけるちゃんもメタナイトで、ハンターのお母さんがソニックでーす。ソニック自爆する。じゃあ行くぞ。でーろ。ソニック、逃げろよみんな。ガーリンが遠いですよ。ロボママから逃げるんだぞ。俺が一番近いやんけ。もう使い方をさ忘れてもだ。やべ、ケギ。おいソニック、逃げろ。タケル、やられるぞソニック。おーやべ、あれに当たったら多分やばいぞ。うん、そうやで、あれに当たったら即死やから。だけどソニックはもう終わりだな。パワおー、いきます。ハンター死んだら終わりやで。頼むで。ハロー。あー落ちる。あ、なんだ。あんなんだ。どうしたらええ、これもうほんまに。え、これジャンプ B やんな。これほんとに俺、B じゃない、こんだけでいい。 B じゃない。 B じゃない。何よ。え、X と Y。 X と Y? 一緒の押す。いやいや、どっちかや。どっちでもいいやけど。勝負にならんな、これ。全然ジャンプできひんよ、エコストは。え、できとる。いや、でも低いよ。上に壁があるんや。低いで。あ、上に壁があるから、行かれへんよ。ほんで、あと上と B 同乗して、もう一回ジャンプできる。端っこにあるやん。上と B を同乗して。端っこに。三段ジャンプやな。そこそこ。そうそう。これあかんわ。これあかんわ。こら逃げるも何もないわ。このおばさん下手くそすぎる。ほら来いや。どうやって上に上がるんだよ。ここ上がれるやん。ここ上がれるやん。ここ上がれるって。あーくそ。逃げろ。そんなおばさんにやられて追いかけてきてみよ。で、このさ、こっち来る。あー俺なんとこ。あー、俺らずっとじーっとできるわ。あと1分やで。誰もおらへんやん。ずーっとじーっとできるわ。ずーっとじーっとできるわ。うわぁ、来た来た来た。おぉ、怖い怖い、危ない。また入ってもった。通り抜けれる床があるからさ。あぁー、落ちた。あ、死んだ。やったー。イエーイ、言えたー。イエーイ、勝ってきた。ちょっと話にならんぐらい面白くないから変わるわ。やった鬼だね。お父さんねえやん。オッケー、じゃあお父さん鬼になる。ハンターのお父さんがアイクで、ワタルがピカ、あ、ピチュー。あれ、早いんで、タケルちゃんメタナイ。ロボモが6番です。6番、これ結構逃げるのむずいぞ。なんで鬼の近くなん、俺だけ。俺瞬殺なんやけど、俺瞬殺でやられた。おもんな、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 おもんな。俺瞬殺でやられた。うわぁ、あんた追いかけてこんなって。追いかけて。バイバイ。お、まだ来た。くそ。バーイ。あー、もうこんな話ない。40秒ほどで終わりました。え、だけど俺最後の延期残っとったやん。うん、俺タケルが一番残っとったな。しかも一回食らっても吹っ飛ばれた。俺瞬殺された。すげえ。はい、というわけでお父さんは40秒ほどで全員ぶっ倒しました。早っ。めっちゃ生き残っとったやん。俺5秒でさっき俺すごく5秒で死んだ俺。お前わたる5秒で死んだ。はい、というわけでこの動画少しでもよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。ロボットチャンネル裏もチャンネル登録よろしくお願いします。普段動画をねどんどん上げてるのでよかったら見てください。バイバーイ。ロボママです。わたるです。たけるです。どうも、僕です。僕じゃない。じゃあ今日は青鬼3をやりたいと思います。はい、イエーイ。
あ、大丈夫、頭持ったじゃん。これの角、角に頭。青鬼2を前やってたんですけど、結局途中で終わっちゃうという。遠すぎて終わる。せっかくこの新チャンネルを作ったので、今度こそ最後までクリアしたいと思っております。一応、うん、頑張るぞ。はい、では始めましょう。はい、ニューゲーム。名前は何するの？ロボットチャンネル。わたるにしたら。わたるでしょうか。わたるで、次の、あの、会に行った時はたけるにしたいな。もう一人おるはず。昔、炭鉱として栄えた島が突然、ね、閉山し、立ち入り禁止になった。地図からも消され、今では島の存在すら知られていない。閉鎖された理由は隠され続けたが、ある一説はこう言われている。その島は青い化け物の住処となっていると。ああ、子供の離島ツアーとか渋すぎるよね。普通学生の修学旅行ならもっと遊園地とか他にあるだろう。先ほどは楽しそうにしてたじゃないですか。まあまあ悪くはなかったけど、ん？たけし大丈夫か？たけし、ずいぶん顔色が悪いやよ。平気さ、ちょっとした船酔いだ。中に入っておくよ。入っていた。今の誰やった？相当酔ってるな。心配ですね。結構揺れてるしな。仕方ないな。え？俺らもそばに行けるか？待ってたくな。お、渡るだけや。あ、動かせる。操作できる。ふふ、説明入った。ここなんか怪しくない？ここなんか怪しくない？いっぱい人おるからな、ここ。どうやろな。そうやな。どんどん進めていきたいところ。お、ここ喋れへん。じゃあここは全員喋れないんじゃない？さっきの仲間たちがどこ？誰？ここ。ここ？タクロー。あ、タケシ、横になった方がいいんじゃないかって。次、この女の子。ミカ。ミカ。タケシ、水飲む？タケシ、体調が悪い？タケシ、これタケシな。うん。うん、気持ち悪い。じゃあ水なんかも。これ何？違う、これはタップで。消火器関係ない。なんかさっきと同じ人ちゃうんかな。この上の交番、すごい気持ちよかったわ、やって。ほな、行こう。少女の母親。女の子は泣いてるようです。話を聞いてみましょう。私のハンカチどこ行ったの？ハンカチどこでなくしたの？わかんないです。ここは、ここの部屋しかないというのですか？普通になんか光ってる。あ、ほんま光っとやん。鍵いっちゃう。ほんまや、何それ。ハンカチや。あ、ハンカチや。あ、よかった。ハンカチ。よし、行こう行こう。さっきの女の子に渡してあげよう。じゃあ行きましょう。さっき気持ち悪いって言うとった人は？たけしや。上におるやん。女の子、うん、え、あ、私のハンカチだ。アタルは女の子にハンカチを手渡した。よかったね。さあ、お兄さんにお礼は。お兄さん、ありがとう。おままごとでね、ハンカチは絨毯になるから探してたの。私のお家にお兄さんもおいでよ。おままごとしようって。本当に見つけてくださりありがとうございます。ちょっと、ね、あ、おらへん。まあ、おらんくなった。なんかイベントをクリアしたらちょっとずつ進むみたいな感じ。あ、ミカおった。あ、おったおった。移動した、移動した。わたる、どこ行ってたの？たけしの船酔いまだ治らないみたい。お、俺はだいぶ回復してきたぜ。無理するんじゃないぞ。なんだか揺れがひどくなってきたね。怪しい。うん。あ、確かに、ね。まだ船酔い。おっ、めっちゃ揺れてる。なんだ？船内の皆さん、急な嵐に見舞われております。近くのお手すりや椅子などに捕まっていてください。気持ち悪い。ねえ、怖いよ、タクロー、大丈夫かな？このくらいすぐ読みさ。船内のみ。あ、高波だー。あ、誰か、もう生まれた。え？うわー！あー、うわー！突如現れた嵐に飲み込まれ、船は転覆しました。マジ？気を失ったのでしょう。その後の記憶はありません。次に目が覚めると、そこは？
渡る。あれ、あれもないな。ここは一体洞窟？運よく装着したようですね。皆さんは？探しに行かない。点々点。探しに行かない。この岩。でかされへん。さすがにそれでかすぎや。ちょっと今。ここが青鬼の島かな。青鬼の島やね。これは人工的に作られた道のようだ。無人島ではなさそうですね。近くに誰かいればいいのですが。それでどっち行くかやな。この糸怖い。え？あ、隠れれるんや。あー、そこ覚えとくな。覚えとけよ。ちゃんと脱出経路。鍵がかかっている。どこで鍵を探さなかった。あっちのどこ？そっちか、そっちしかないか。怖っ。あ、おる。あ、おるやん。マジで。嘘やん。逃げた？まだあるなよ。逃げるなよ。まだ来てないって。完全におるのが見えたの。お父さんやり。セーブ。なんでよ、お父さんやりなって。なになになにしよう。セーブ？セーブできるの？ここで。うん、セーブできる。どうやってやるの？セーブ。メニュー。セーブ。あ、セーブできるやん。ここで一回セーブする。よし。オッケー。じゃあ戻る。キャンディー。キャンディーがカメラの前を通ろうとしている。通った。あー怖い。邪魔だよ。じゃあ行って。怖いね。このどっかに鍵があるんやろか。怖。じゃあ死んでいい？いい、頑張ろう頑張ろう。頑張ろう。その机が怪しいやん。だ感じ。これで取ってバーッと走るんかもしれない。うん。あ、開かないね。引き出しは固く開かないようだ。ね、違う。まあ、おらへんや。え、なに？え、こっち行ったんちゃう？これ全部開けてみんか。ほんまやな、開けるんちゃう。一個ずつ押してみ。こっち行ったや。こっち行ったや。なんもならへんのちゃう。通るときにな、いつもな、ここ入ったらなんかドアみたいな。あ、ほんまや。まあ、行けたや。なんで？これなに？あ、そうだ。あ、金庫ある。あ、これじゃん。青線に。なにこれ。受け取れ。動線を。ちょっととりあえず待っとこう。え、動画を見たら。マスクガチャ1回分の。あ、もう受け取ったよ。青銭お前。青銭ってもか、青銭。うん。なんか、これから使えるなんか。ああ、そっか。なんでしょう。なんでしょう。なんでしょう。壁に不自然な穴が開いていますね。画面を長押ししてみましょう。途中で話すと、あ、読まれへんかった。あ、これ知ってる。これは奥に詰まっていたものを取り出したドライバー。あ、さっきなんか、あー、ほんまや、机のところが、それ最初の、あ、これ怖い、絶対来る。あーって知った。ちょちょ、あの、これを開けたら来るんじゃん。開けて手に入れた。アイテム。アイテム。アイテム？これ？ドライバー。使用する。使用する。来るぜ。走れ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 。こっちほらほらほら、あの隠れるところに隠れるとこ。ここ。よし。あれ？え？まさか？え、なんでなんで？え、ちょっと開いてる？大丈夫？開いとるけど。だけど、こうへんかったらこうへんで。どうしたらいいんこれ？え、待っとくしかないんじゃん。そうなん、なんか押してみんな。あかん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 。なんでよ。で、多分ほら、ほら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 、やったクリアや。クリア、イエーイ。イエーイ、次。でも、めっちゃ大きい声で。今なんか手に入れたな、鍵手に入れたな。うん、鍵なんか使えるとかあったの？めっちゃここ、うん、めっちゃ大きい声で喋った、うん、こうやって開けて見つかって使って食べる。どうやら長いよね。ずっと鼻をじっとる。画面を長押してみましょう。途中で話すと扉を開く。そのに言うのとが長押しだ。うまか。ちょっとなんで一緒に押すん。
お父さんの力を見せて。お父さんの力を見せてって。あ、これ絶対ボス。これ聞こえへんからいいんだ。ちょっと外しとこう。これ絶対ボスやん。よいしょ。絶対ボスやん。うん。たまに。あ、なんかあるで。ロックかかっとんじゃん。かかってないようだ。怪しい場所をタップで調査できる。覗き窓をタップしてみましょう。やって。タップして。ああ、書いてね。5100やって。5100に1200を足す。6300。あ、扉が開いた。あ、いけたね。いけたね。あ、これボスやん。これ何？あ、これさっきかかれとったところじゃん。誰かないと。誰かないと。泣き声。これは船にいた女の子の声ですねって。どこにおるん？あ、おるおるおる。あ、お母さんや。お母さん、あの人が船にいた親子の無事でしたか？あの女の子の方は？あの子が泣いてます。助けてください。うちの娘がその中にいるはずなんです。この扉に入ってずっと出てこないんですって。やはりさっきの声はあの女の子の。お願い、うちの娘が。怪しい。超怪しい。超怪しい。怖いぞ。お、扉を強く押してみた。扉は固く閉ざされていてびくともしない。ダメですね。ダメですね。わー、穴開いてる。出てみたら。出るしかないもんなって。うん。洞窟の外に出て見渡すと、ここが小さな島だと分かりました。うん。そして覚悟しました。助けはすぐには来ないことを。怖っ。今からって感じ。今からって感じ。オープニングです。あたりに見渡しても廃墟しか見えない。洞窟に戻って、少女の母親から知らせないと助けはすぐに来ないかもしれない。え、あ、ここは、え、海に囲まれ孤立した島のようです。島内に建物が見えましたが、どれも廃墟のようでした。廃墟。この島へ助けに来てもらうか、脱出できる船を探すしかありません。私たちはいいの？行って、だって。私はあの子を置いていかない。それはできません。ここを開ける鍵がどこかにないか、島を探してきます。一人で。すごい。船にいた他のみんなもいるかもしれないので。ありがとうございます。そうだ、これ拾ったんです。これはここの地図。地図。ここに載っている大きな建物に行けば、助けを呼ぶ手段もあるかもしれません。近くにある病院から行ってみます。病院があるの。メニュー画面から地図。あ、地図を見ることができる。地図、なかなかざっくりとしてます。で、これ、移動できるのこれ。あれ、移動できるやん。ほんまや。移動するで。うん。移動中。移動が感じです。すごいやん、ワープした。おお、すごい。入り口にな。入り口に来た。怖っ。こっちの方がだいぶ怖い。病院の方怖いで。ね、え、動かして。あ、まだ。何こう。わ。怖っ。車椅子が壊れている。進化じゃないじゃん。こっちは動くんじゃん。壊れてない車椅子を探さなかんのか。なんで探してどうする。むしろこれベッドに隠れたりするんじゃん。え、だけどピカピカしとかないと見えて。アイテムはな、ピカピカしとかない。あ、そう。何これ。この病院閉鎖されてからかなり時間が経っているようですね。うん。松葉打つで。松葉使ったって何もできひんや。戦うかもしれん。それでいよいよ直接対決だ。違うわ。そんなんだ。違うわ。機械には電源ボタンがある。電源を入れる。何これ。レントゲン。知らへん。電気。電気かもしれん。動かしとこう。電気かもしれん。いつ出てくるか分からへん。いろんなとこ調べようかな。これあれじゃん、なんか順番に押さなかった。ん？何これ。鍵がかかっている。つまり鍵を探すんや。
じゃあさっきの、そこのな、じゃあさっきのボタンは何だったんだ。だんだん前行く。じゃあさ、ちょっとだんだん前行く。あ、もうさ、これ押したらさ、もう終わりなんじゃん。え、なんで終わりなの。だってさ、これがないともうこれはできんのじゃん、うん、あ、動かせれたよ。メロケースは使うな。うん、使うで。そう、目の前にした状態でボタン押すとかじゃない。え、どうですか。あ、わかった。それ見え。わかったのか。ここに持っていかなかったじゃん。あ、これを。そっち。ああ、ほんまや。どう、え、どういうこと。検査したからどうなるの。あ、じゃあこれを、この順をこうやってバーンって、下、右、上、上、右、覚えといてな。下、上、え、あ、ごめん、下、右、上、上、右、下、右、上、上、右、うん、下、うん、右、右、うん、上上上上上上上、うん、上上上、右右、違うでしょ。お前一緒に言うた。逆ってこと。ああ、開いた、やった。え、どこが、扉が開いた。扉開いた、うん、開いた。怖いな。ほんま、ああ開いた開いた。もう絶対行くわ。ただこっち、え、そんなんなかなか分からへんやん。え、おった、出てる。どこ。いや、まだおらへん。うん、どこ行こう。うっ、うわー、うわー、うわー、ゲームオーバー。逃げ、どこに逃げればよかった、今の。わからん。はい、というわけで、今回は一つクリアしたんか、一応。オープニングまで行っただけ。オープニングまで行きました。はい、まあ、次回またこの続きをやりたいと思いますね。リベンジやな、病院の。そうそう、次は病院のリベンジね。この動画少しでもいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いしまーす。マヨカオもやりたい。マヨカオ。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。